赤い和ろうそくと、食材和ろうそくはろうそくの、製作風景はろうそく製作作業場はろうそくは、道具であるろうそくの一種。ハゼの実から絞り取った木炉を加熱して溶かしたものを、和紙及び等身層の髄から作った芯の周りに手で、かけ、乾燥させてを繰り返して作る。ろうそくは、原料と成形方法に大きな違いがあることから、洋ろうそくと和ろうそくに対別される。 養老足は古代、エジプトなどで使われていた蜜楼を原料にしたもので、その後、芸油や鏡油などの動物性油脂を原料とし、さらに現代では綿紙を芯にして、重油を生成したパラフィンなどの原料を型に流し込んで成形したものである。一方、和老足は、刀身と和紙を芯にして、ハゼの木から取る木楼を塗り重ねて作られるもので、純粋に植物性の製品である。 ただし、和老足として販売されているものの中には、植物性以外の原料を使用しているものもあり、従来の木老代替品によるものは、凝固点が高いために生かけの作業ができず、型による流し込み製造しかできなかった。そのため脂肪酸グリセライドと酸化ワックスによる合成炉が開発され、生かけの作業によって伝統的な製法に近づけた製品もある。 伝統的な和ろうそくは木や竹の串に芯となる和紙を被せ、それに等身層を螺旋に巻きつけてから真綿でくるむ。これに木老を塗って乾燥させる作業を繰り返し、最終的に木串を抜くと中が空洞の構造になる。ただし、現代では型に原料を流して作る型和ろうそくの方が主流になっており、伝統的な製法の和ろうそくを作っている業者は、 少なくなっている。和ソクの芯は中が空洞になっており、ろうそくの中を空気が流れるため、和ソクには炎の揺らぎがある。マイケル・ファラデーのろうそくの科学では、和ソクの芯の換気構造をファラデーが驚きをもって、聴衆に語るエピソードがある。炎の温度は、陽ろうそくは約摂氏1100度摂千1530度和ソクは、 約摂取940度摂取1500度で、和老足の方が低い。しかし、炎の大きさは、和老足の方が大きいため、和老足の方が、照度は2から3倍明るい。和老足は、製造に時間がかかりコストは高いが、風が吹いても消えにくく、シンガロウを吸い上げるスピードが速いためロータルや、油塩も少ないなど高い機能性を持つ。メーカーにもよるが、 一般的に 15cm より大きなサイズの和ろうそくになると芯も太くなるため灯した時に芯が燃え切らず炭化して残ってしまうことがある。そのため専用の道具を用いて炭化した芯をちぎる芯切りを行うことで芯の長さを調節し火を整えている。和ろうそくの側面に絵を描く絵ろうそくの文化がある。その理由として 和老足は仏壇に置く風習があり、仏壇には花を飾るが、和老足に花の絵を描くことで、花が枯れたりなくなっても、和老足の花柄の絵で代用ができるという意味がある。和老足は1375年頃の太平記の記述に出てくる。その頃に作り始められたと思われる。1700年代から生産が活発になった広島藩内では、 1780年に他国へ売りさばいた商品として、ろうそく800巻、キロ4200巻が記録に残されている。産地としては、山形県鶴岡市、酒田市、福島県藍津若松市、新潟県新潟市、石川県七尾市、滋賀県高島市、福井県福井市、愛知県岡崎市、兵庫県西宮市、京都府京都市、愛媛県内子町、埼玉県川越、 岐阜県高山、日田、愛知県名古屋、熊本県熊本、長崎県、島原などが挙げられる。2016年に三重県島市で開催された第42回、先進国首脳会議で、各国首脳への贈答品として、柿椿の絵が描かれた和老くが贈られた。ありがとうございます。